ただいま、議長のお許しを得ましたので、通告に基づいて3点質問をさせていただきます。その前に一言、初めての議会に臨んでのご挨拶をさせていただきます。私、先般の森山市議会議員選挙で多くの皆様のご支援をいただき、初当選の栄誉をいただきました。皆様のご支援にお応えできますよう、精一杯努力し、市議会議員としての責務を全うする所存です。何卒関係各位のご指導とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。それでは質問に入らせていただきます。最初の質問です。川西小学校は児童数1000人を超える大規模校です。しかしながら敷地が狭く、川西小学校で勤務している時には休み時間に子どもたちが場所をうまく使い分けしながら遊んでいる状況を見てきました。運動会などの行事の時には児童や保護者がひしめき合うような状態でした。そこへ今回放課後児童クラブが敷地内に増設されることになり、さらにその手狭感が増幅するような事態になります。年度当初の計画とは異なり、なぜ敷地内に増設することになったのかについて伺いたいと思います。放課後児童クラブにおいても待機児童ゼロへの対応を進めてもらうことは必要なことであります。共働き夫婦が増え、女性の社会進出が拡大している社会情勢から考えて、今後も放課後児童クラブの入所者は増加することが予想されます。しかし、川西小学校もそうですが、敷地や施設に余裕のある学校はあまりありません。今後、入所者が増えた場合には、どのように対応していかれるのかについて、子ども家庭局長に合わせて伺いたい。二番目の質問です。森山市の最重要課題である環境施設の更新に向けて、様々な施策が進められているところでありますが、小型家電の回収など、ゴミの減量化、再資源化への新しい取り組みが始まることは、素晴らしいことだと思います。ところで、京都市では何度でもリサイクルできる素材でできた体操服を使う取り組みを進めている学校があると聞きます。これは子どもたちが環境について学習した内容をもとに、自分たちの体操服もリサイクルできたらいいのにというところから始まっています。子どもたちの発想が親を動かし、学校を動かしていったのです。個人的にはまだそんなに着古していない体操服や標準服を近所の方や親戚の方にあげたりという省資源化の取り組みはなされています。それをもっと広げていくためにシステム的な活動にしていくことが必要ではないかと考えます。学校で取り組むことは家庭での話題になり、それが地域へと広がっていくことになります。大きな推進力になるのではないかと思います。また、子どもたちは4年生で廃棄物の処理や再資源化について学習します。家でのゴミ処理の様子について調べるところから始まり、市全体ではどのような仕組みになっているのかを学習します。この時学習したことがベースとなり、分別処理がきちんとできる社会人になっていくのだと思います。子どもたちが学習する様子から、親御さんもゴミ処理や再資源化に気を配るようになります。相乗効果があります。未来の森山を担う子どもたちに、環境施策の推進役になってもらえるよう、学校にも出かけていき、環境教育の推進に積極的に関わっていくことは有効ではないかと思います。ついては、ゴミの減量化、
再資源化を一層推進する視点から、学校や地域を巻き込んだ施策に取り組んでみられてはいかがでしょうか。環境生活部長にお考えを伺います。最後の質問です。日本全体が人口減少社会に入る中、森山市は人口が増えています。自然増もありますが、社会増が大きな要素となっています。これは森山市が町の活性化に取り組み、住みやすい町になっていることの証であると思います。中心市街地活性化事業により、歴史的な町並みが整備され、賑わいを呼んでいる様子も見られます。また、人口が増え、児童生徒数も増加し、小中学校の大規模化への対応策が市議会でも何度も論議されているところであります。中心市街地の活性化事業等を進めてこられましたが、その施策における成果と課題について伺いたいと思います。一方、市街化調整区域では人口減少と少子高齢化が顕著に現れてきております。それぞれの地域で住民の自主的な活動により高齢者の居場所づくりを進めるなどして何とか持ちこたえている状況でありますが、この傾向を食い止めるためには強力な施策により地域を活性化することが必要だと考えます。市街化調整区域における今後の地域活性化のポイントになる施策について副市長にお考えを伺いたいと思います。子ども家庭局長。それでは石田議員ご質問の議題75号平成27年度一般会計補正予算にかかります。川西小学校敷地内における放課後児童クラブの増設についてのご質問にお答えいたします。まず当初計画を変更し、なぜ川西小学校敷地内に増設することに至ったのかについてでございます。当初の予算編成時におきましては、まず小学校敷地内での整備を検討いたしましたが、余裕教室がないことなどから、同じ学区内にございます森山北中学校内の余裕教室を改修し、授業を行おうとしたところでございます。しかしながら運用面での課題に加えまして、周辺に居住する児童数等から十分に効果を発揮しないことが想定されますことから、再検討を行ったところでございます。再検討にあたりましては、小学校区内の私有地、公的施設や民間施設の活用、さらには既存児童クラブ室1階の体育用具の活用等について検討を行いましたが、いずれも困難でありましたことから、教育委員会及び学校と協議を行い、可能な限り教育活動への影響を最小限とするよう配慮させていただく中、小学校敷地内で整備を行うこととしたところでございます。何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。次に、今後利用者が増えた場合にどのように対応するのかについてでございますが、今回の整備につきましては、昨年度策定いたしました子ども子育て支援事業計画に基づき整備を行おうとするものでございます。平成31年までの計画期間中の利用ニーズの最大量185人に対応するため、不足いたします施設規模60人分の整備としてございます。今後の放課後児童クラブの施設の充実につきましては、小学校敷地内での整備や増築、さらには空き教室の活用、また近隣の公共施設や民間施設の活用など総合的に勘案する中で最善の方法を選択してまいりたいと考えております。なお、学校施設を活用させていただく場合には、これまで同様
教育委員会及び学校とも十分協議を申し上げてまいりたいと存じております。以上、答弁とさせていただきます。環境生活部長。はい、以上。次に議員2点目のご質問にお答えいたします。その前に、これまで本市が取り組んでまいりましたゴミの減量化、再資源化策と合わせまして、環境施設の更新に向けて新たに取り組みます施策に対し評価していただいておりますことに感謝申し上げます。ありがとうございます。さて、ただいま議員からご紹介いただきました他市の事例は、物を大切にする心を子どもたちに醸成し、それが家庭や地域に広がっていくことの一助となり、ひいてはゴミの減量化、省資源化につながることと認識しております。一方、これまで本市におきましては、ご承知のように環境負荷が少ない循環型社会の構築に向けて、ゴミの発生抑制、再使用、再資源化の取り組みを推進している中、家庭から出るゴミ、資源物を15項目の区分に分けて収集しており、ゴミの減量化、再資源化を推進しているところでございます。このためにゴミの出し方を分かりやすく掲載しましたゴミカレンダーを作成して全国配布するとともに、自治会や各種団体での出前講座においてゴミ分別クイズ等により正しい分別方法を周知するなど、広く啓発活動を続けてまいったところでございます。また物を長く使う試みとしまして、リユースセンターにおいて各家庭から破砕ごみや粗大ごみとして出されたものの中から再利用できるものを市民に無料提供したり、さらには4つの学区民の集いにおいて各家庭で不要になったものをバザーとして出されるなど、まだまだ使えるものが捨てられることなく循環して使われるよう推進しているところでございます。このほか、生ごみの減量化と堆肥化を推進するため、家庭での生ごみ処理機の購入助成や段ボールコンポスト実践講習会の開催、ネオビラビーター森山自治会で大型生ごみ処理機設置モデル事業に取り組んでいただくなど、現在地域でのさらなるごみの減量化、再資源化に取り組んでいるところでございます。また、正しいごみの分別方法を啓発するため、森山市ごみ水環境問題市民会議と自治会、そして行政とが連携し、ごみ集積所にて立体啓発を実施しております。とりわけ子どもたちに対しては、ごみの分別方法の啓発として、環境フェアのごみ分別体験コーナーで実際にごみの分別を体験してもらうことや、毎年市内の小学4年生には環境センターを施設見学してもらい、自分たちの目で大量に出されているごみを見て、出されたごみがどのように処理されているのか、またごみ収集業者の協力を得て一部の小学校ではパッカー車を持ち込んでごみ収集分別の学習をしていただいております。このような体験を生かして、子どもたちが各家庭においてごみの分別について話し合い、また率先して正しいごみの分別を行うなどの効果があると聞き及んでおりますことからも、次世代を担う子どもたちにごみの減量化、再資源化へ意識づけが広がることを契機に、学校から家庭、さらには地域全体まで広がっていくと考えております。こうした中、さらなるごみの減量化、再資源化に向けて、現在環境施設対策市民会議において種々の方針や方策を検討していただいているところでございますが、議員からただいまご提案いただきました子どもたちや家庭、地域に広く浸透していくような視点を踏まえ、これまで取り組んでまいりました啓発活動を粘り強く継続、発展させることにより、森山市民全体でさらなるごみの減量化につなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。以上、答弁といたします。副首相。はい、以上。
石田議員すいません、石田議員3点目の中心市街地活性化事業の成果と課題および今後の市街化調整区域活性化のポイントとなる施策のご質問にお答えを申し上げます。まず中心市街地活性化事業についてでございますが、第一期中心市街地活性化基本計画といたしまして、平成21年3月に内閣総理大臣の認定を受け、絆と活力ある共生社会、共生都市の創造を基本理念といたしまして、子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できる街、また住民参加により地域資源を生かし魅力的で歩いて楽しい街、この2つを目標に行政が半歩前に進み、民間がそれに続くということを基本姿勢として全61事業に取り組んでまいったところでございます。こうした事業のうち第一期計画における主な取り組みといたしまして、森山小学校幼稚園の合築、あるいは森山塾町屋宇野家、天ヶ池プラザの整備などの行政の取り組みに加えまして、民間の取り組みといたしまして、まちづくり会社であります未来森山21や森山商工会議所が賑わい創出につながる活性化イベントを実施してまいったところでございます。こうした事業の成果指標といたしまして、天ヶ池プラザの年間の利用者数16万3000人、また歩行者自転車の1日あたりの通行量6200人、この目標を設定いたしまして、事業の成果を図ってまいったところでございます。第一期計画の最終年度の平成26年度の調査結果では、いずれも目標値を大きく上回る結果となってございまして、にぎわい創出に寄与したものと考えております。しかしながら同時に実施をいたしました市民アンケートの結果では、施設整備の成果は実感するが商業面での活性化の実感は少ない、あるいは活性化効果をさらに高めるためには使途と使途、世代間をつなぐ取り組みが必要であるとなどのご意見が寄せられたところでございます。そうしたことから民間指導によるまちづくりの機運も高まりつつありました中で、各事業者の主体的な取り組みに対しきめ細やかな支援を行うことなどを目指しまして、平成27年3月に第二期の中心市街地活性化基本計画を策定をさせていただいたところでございます。第二期計画では、第一期計画の成果と課題を踏まえた中で、新たなサービスによりにぎわいが感じられる街という目標を一つ追加いたしまして、森山銀座ビル市街地再開発事業や近江鉄道ビル建て替え事業などの民間事業によるにぎわいの創出、また将来的な少子高齢化を見据え健康予防医学に主眼を置いた新たなサービスの提供、さらには教育文化医療福祉拠点との連携、こうしたことに取り組んでまいりますことで、住み続けたくなる絆と活力ある共生都市の創造を目指してまいりたいというふうに考えてございます。続きまして、2点目の市街化調整区域における今後の地域活性化のポイントになる施策についてでございますが、市街化調整区域におきましては全市的に見れば人口が増加しております反面、当地域では法律に基づく規制等による開発の制限がございまして、人口の減少と同時に少子高齢化が進む状況下にあり、コミュニティの維持にも影響が出てまいっております。こうしたことから今般取りまとめました森山市町人仕事創生総合戦略、その中にその対策として各種施策を盛り込んでおるところでございます。その中の重要施策の一つとして集落人口の維持に向けた地区計画の取り組みがございます。現在いち早く取り組みいただきます中で住宅開発が進んでおります石田町をはじめ、笠原町、荒美町、竜田町、服部町、そして今議会に条例改正案を提案させていただいております佐津川町の6地区で地区計画に取り組んでいただいているところでございます。さらに今後も数地区で地区計画の策定準備に取り組んでもいただいているところでございます。そうした中、既存集落の際まで青地が迫り、非常に厳しい転用規制が課せられております。自治会が希望されます地区計画のエリア設定が困難という課題もございます。
出頭いたしましても、制度上大きなハードルでございますけれども、その解決に向けまして、今後とも国や県と協議を続けてまいりたいというふうに考えております。次に地域交通の充実に向けた施策展開でございます。市街化調整区域では既存バス路線の利用者の減によりまして、採算に合わない既存バス路線の廃線あるいは減便が進んだことによりまして、医療施設への通院あるいは商業施設への買い物に車を持たない高齢者などにとって不便が生じております。このことから路線バスを補完するためデマンドタクシーでありますモーリーカーを実施してまいり、交通環境の改善を図ってまいったところでございます。そうした中、現行のモーリーカーの制度にも利用料金面あるいは特定目的地の設定、こうしたことに課題が残っておりますので、今後制度の一層の充実に向けて取り組んでまいりたいと考えております。加えまして今回補正予算案に計上させていただいております中洲学区等における地域交通の充実に向けた社会実験にも取り組んでまいりたいと考えております。またさらなる活性化の施策といたしまして、昨年度から地域の皆様が主体となって地域の魅力あるいはその地域の特性を生かした各学区における森山丸ごと活性化の推進に取り組んでいただいております。具体的には多摩津学区では、諏訪家屋敷を活用した憩いの場作り、小津学区では新森山川での親子による植樹や水辺ふれあいイベントの開催、川西学区では北河原公園の花壇作りの推進、早野学区では大川活用プロジェクトの推進、長洲学区では安川河川敷を活用した活性化策の検討、あるいは森山学区では伊勢遺跡を活用した町づくりの推進、吉見学区では蛍プロジェクトの推進と、とうとうこうしたことに主に現在取り組みをいただいております。行政といたしましては、住民の皆さん方のこうした主体となった取り組みを支援することで、地域の活性化を一層後押しをさせていただきたいというふうに考えております。議員仰せのとおり、市街化調整区域の活性化は市全域のバランスある発展、住みよい町づくりに向けた大きな課題でありますので、ただいま申し上げました地区計画の推進によるコミュニティの維持、あるいは地域交通の充実による地域課題の解決に向けての施策、そして森山丸ごと活性化を推進する中で、地域の特性を生かしたこれまでの施策を継続して取り組むことによりまして、調整区域の活性化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。どうぞよろしくお願いをいたします。以上答弁といたします。8番、三田清三君、よろしいですか。よろしいですか。ありがとうございます。